ホーム八戸はゴールキーパー前節もファインセーブでチームのピンチを救いました。そして先月24日緊急加入の谷口、また3バックは右から近石、山田、美濃田、山田は前節怪我から復帰センターに入っています。またアンカーはこちらも前節怪我からの復帰した間、サイドは右に国分、左が稲積、車道には前澤、姫野のコンビ、トップには佐々木と佐藤と予想しています。続いてアウェー福島の予想フォーメーションを見ていきます。 3-4-2-1 と予想しました。キーパーが山本、3バックが右から野津、大部、鈴、ダブルボランチに大森、吉永のコンビ、サイドは右側、第8節以降左サイドになってきました田中、そしてその左には宮崎が第7節以来の先発となっています。車道には塩浜と野辺のコンビ、ワントップ樋口です。佐藤葵がプレスをかけて姫野も行く、ただ落ち着いたプレー、前に送る、これに野辺だ、1人かわして中には樋口がいる、もう1人塩浜もいます。シンプルに上げた、少し巻いたボール、右足のシュート、ゴール右隅。背番号7番田中康介が右足を振ってきました。国分から前澤、近い姉妹を見る、奥を狙ってきたボール、セカンドボールまだあります、八戸右足振り抜いた、近いし鋭いクロス、ファーサイド、その後こぼれ球、さあ大部はゴールキーパーの目の前です。ゴール中央上げてきて頭決まった、福島先制。この2本目のコーナーキックのチャンス、頭で合わせました。今シーズン3ゴール目です。ニアの位置、速いボールにうまく樋口が頭ですらせてゴールに叩き込みました。キャプテンマークを巻いています背番号24番、前節から怪我から復帰しています山田です。この試合3バックのセンターに入っています。細かいパス交換、狭いところを使っていった樋口、左に広げて、ここに塩浜です。右足で入れていった、樋口が頭で合わせた、よく反応した、セカンドボール、その後さあ詰めていったんですが、大森博士、大森が奪い返します。今のプレーには笛はありません。さあ長野どうするか、左に預けた田中、右足のクロス、長野に合わせたが決まった、左サイドからのクロス、空いた中央ぽっかり空いたところに福島の選手走り込みました。一人長野が上がってくるように出していました指示を、そして空いたところ、長野の後ろ、そこに飛び込んでいったのは塩浜です。塩浜の追加点、2対0福島、点差をさらに広げます。国分クロスを入れた佐藤葵だ、ここに力はありませんでした。稲積です。中央、相澤ワンタッチ、ここに渡辺がいます。ドリブラーの渡辺、まだボールはある、左下のシュート、瀬能が迷わず打っていきました、ただそこはキーパーの正面でした。バットの福島、大森、斜めのボールヒールで流します。このマイナスのボールが渡った、そして中でキーパーは空いています、これ決まった、長野のシュート決まった、3点目、福島です。そしてようやく長野に今シーズン初ゴールが生まれました。ここです、最終ラインに戻したボール、中途半端な位置になりました、谷口が飛び出したんですが、そこをうまくかわした、
そして長野が流し込んで3点目です。一旦キーパーをかわしました森、これ中に入れて長野の右足、稲積左足のクロス、そのまま狙ったボールか、ただラインを割りました。ここで試合終了のホイッスルです。2023明治安田生命 J3 リーグ第14節バンラーレ八戸対福島ユナイテッド FC の一戦、東北ダービーのこの一戦は3対0で福島が勝ち星、勝ち点3を掴んでいます。